信ください。こちら、リクエストがあったローソンの唐揚げくんと、旨味あふれる牛肉メンチ。そして、これがちょっと寂しいので、ローソンの新しい、こちらのエルカラと、なんか、ポコ一枚が感じたというカレーパン、4つを食べていきたいと思います。リクエストしていただいた方。ちょっと名前忘れちゃったんですけど、ありがとうございます。では、早速、唐揚げくんから食べていきますね。これ、レビューしたと思ってたんですけど、なんでかやってなかったっていう。ほんと、なんで忘れてたかな。ローソンの定番中の定番中の定番ぐらいの商品なのに。ほんと。まあ、せっかく家なので、ちょっとお箸でいただきまーす。手づかみは、ちょっとね。では。チャンネル登録よろしくお願いします。ごちそうさまでした。最初に食べた唐揚げくんレギュラーです。もう本当に定番中の定番ですね。ふわっとした衣とお肉の旨味が口の中で噛んだ瞬間にじゅわっと広がっていって、なんかそこまで尖ってはないんですけど、どこか心が安心できる美味しさです。本当何回も言いますけど、本当なんでレギュラー忘れてたんでしょうね。レッドとかはレビューしてるのに。で、こちらの、これはいるかな。牛肉メンチは、その中で、噛んだ瞬間に、カリサクッという衣の音とともに、じゅわっとお肉の旨味が広がってきて、ま、本当に、凝縮されたお肉を食べている気持ちになりました。まあ、そうなんですけどね。で、続いての、同じ、唐揚げくんと、同じく唐揚げ新商品ですね。新商品、エルカラもうちゃんと言えよ、自分。こちらは衣がかなりザクザクで、唐揚げくんがちょっとナゲットに近い食感になっていたのに対して、もう、ド直球の唐揚げという味わいでした。なので、サクサク衣がお好きなのであれば、唐揚げくんよりもエルカラの方がいいかもしれません。最後に食べたこちらのココ一番屋監修カレーパンは、サクサクという心地よい音の後にピリリと刺激が残るカレーの旨味が広がってきます。ちょっと今も舌がピリピリしてます。で、今回食べた中だと、唐揚げくんと言いたいと思うんですけど、こちらのエルカラのザクザクとした衣の音と肉の旨味が本当に美味しくて、口の中でじわーっと広がってきたので、また新種、出てきたら食べたいなと、心の底から思ったこともあり、今回の代表として5点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。リクエストいただいて本当にありがとうございました。演舞終演。お楽しみいただけましたか？もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。